く寝ると言ったな、これ。でもな、どうすりゃよかったんだよ。これな、必ずしもな、打たなかったらじゃあよかったハッピーでしたとは限らないんだよな。巡り巡ってハンクが死んでたらと思うと、ハンク死んでないだけマシでは、という感じにもうなんか納得するしかね。ズラとこの車のおかげでアリスが凍えながら歩かずに済むわ。ガレージで一度見かけたな。乗ってるとこは一度も見たこともない。ちょっと今の次のこの会話に集中しないとな。これから会う人たちはどうやって知ったの？閉じ込められてたアンドロイドだよ。アンドロイドの国境越えを手伝う人間がいるって。嘘だったら罠かもしれない。彼らはみんな本気で信じていた。殺されちまったがな。まだ遠いの？あと1時間くらいだな。辛いわ。異常検知しました。緊急ブレーキ作動。おい、ちょっといかんな。このゲームすごい世界観に引き込んでくるからさ、そんな打ってヘラヘラできるわけもなく。車で待っててね。おいおい、一通り全部見たいんだけど、まあおとなしくエンジン見ますか。どうなってんだよ。もう無理じゃんこれ。ねえ、どうするの？さあな。どうにもならんぞ。歩いていくしかない。マイナス1度よ。アリスには無理。泊まれる場所探そう。またかよ。この辺りに泊まれる場所なんてないだろう。泊まれる場所を探すったって一面雪だぜ。雪アンド雪。あ、なんかあるぞ。あれでいいのか。アリスに声かけなくていいかな。え？あそこ。よかった、来てる来てる。またろくでもないところ。今の私にこんなところ要求すんじゃねえよ。きついんだよ。次はもしかしたら撃つべきかもしれないだろ。立場が違うからさ。いやでもカーラはこれ以上撃ったらもう。泊まれる場所探さないと。外は寒すぎる。ずいぶん前に閉鎖したみたいだな。ジェットコースター先行くぞ。あかん、体の調子が良くなくなってきた。頭痛はしてねえんだけど、なんか知らんけど太ももの関節痛くなってきた。やばいって。だから私はホラーの類はダメだって話な。いいえ、泊まれそうな場所はない。あのゲームが良質であればあるほど世界観に吸い込まれて、なぜかそう闇のゲームなんだな。現実にダメージがいくんだよ。やべって、病は気からって言うだろう。アリスが風にさらされる、ダメだな。よし。いや、妄想力豊かなのは
まずいね。気をつけて。危険はいつも思いもよらない時にやってくるものだ。お前が一番怖えよ。ちょっと待て、アリス大丈夫か。あれ？あれ？ピーターどこ行った？ピーターじゃねえわ。なんだっけ？ルーサーだ。ルーサー？いない。アリスの様子見に来たかったのに、もうさっさと探せってことね。はい、わかりました。よう。大丈夫？だーや、海賊島へようこそ。思う存分楽しんでいっておくれ。だーや、海賊島へようこそ。思う存分楽しん。怖い。もうアリス失ったら私やべえからマジで。いる？あ、よかった、アリスいる。よし、ちゃんと守れよ、お前。お前、ポットでの仲間だからな。こいつも裏切る可能性、異常をきたしたらどうなるかわかんねえ。信じられるのは自分だけなんだ。よし。本来は預けたくもねえがな。あん？怖っ。趣味が悪いよ。これ中に何か入ってたりするんじゃねえの、いつか。狭すぎる。文句言うな、もう。でもしゃあねえ、アリスちゃんのためだから頑張って探そう。やべえな。なんか、ここはボロボロだ。どこ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 、お前どこにいるの、どこ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 。怖いんだけど、マジで。もうやめてくれないよ、もう。もうこれ以上。泊まれる場所なんてなさそうだな。あるわ。ちゃんと見ろ。どうだ？中は安全そう。そうってなんだよ。よう。もっと。メリーゴーランドだじゃん。地獄へと誘われそう。荒れ果てた店に入るってよ、他にないのかよ。これ時間切れないよな。入れって言われた。やめて。おし。ここ荒れ果てた家だよな。入るしかねえのか。もう行くしかねえ。時間制限があるかもしんないし。一見荒れ果ててるから大丈夫だろう。え？うわぁ、びっくりしたよ。もうやめてよ、もう。首掴むのやめろよ、マジで。優しく叩けよ。か弱い女子の首掴んで止めるやつがどこにいるんだよ。やべえ、気をつけろ。よし、いいぞ。左に気をつけろ。とりあえず火をつけてえな。ここが一番マシそうね。ここで寝ましょう。火を起こすよ。ルーサーのカバンを調べる。本を読んでる場合じゃねえだろうがよ。あい、おわ、おわおわ、おわおわ、おわおわ。なんかこんなに。つうかさ、このサーチモード起動しても、なんか全然物見つかんねえからさ。クッキーをあげる。クッキーが残ってる。少し食べる？いい、お腹減ってる。いかん！
銃調べてる場合じゃねえ。銃の確認なんで後にしよう。ここで火を落とそう。ここなら。これ大事なのか。よし、燃やせるだろう。つうかこれクッションだ、そのまま使える。なんでもいい。おお、よかった、火つけてる。有能だよあいつは。いやー信じてたよ。うん、どうすればいいの。どこに用意するの。ここなのね。よし、アリス。ちょっと待って、アリス見にくいんだよ。え？アリスどこだよ。どうした？家族。アリスちゃんもな、声震えてますけど大丈夫ですか？誠実に。どうすればいいかわからないの。家族になったことがないから。でも私たちが家族になれば。きっと幸せになれる。アリスちゃんな、すでに家族なのに、家族になる云々言ってたからな。カーラと一緒にいられれば。この子も。私はそれでいい。ほら、そろそろ寝ましょう。そうなんだよな、怖いな。アリスちゃんアンドロイド説ないとは言い切れん。だったらなんですでに LED 取られてんだって話ではあるかな。だってぶっちゃけこの年齢の子にしては現状頑丈すぎる。大丈夫。もうあかんわ、何もかもが。そうあれなんだよな、元の性格と相まっても大変なことになってんだけど。話聞かせてくれる。私のメモリーには9000個も童話がインプットされている。28種類の童話だぞ。寝かしつけようとしたんだろう。昔あるところにお姫様が住んでいました。違うの、そういうお話じゃなくてね。お話を作って。昔あるところに女の子がいました。その子は一人で古い家に住んでいました。その子は他の子たちのようになりたいと夢見ていました。変わっているせいで幸せじゃなかったからです。悲しい話になってきたぞ。ある日その子はロボットと出会いました。ロボットは命令に従ってばかりでしたけれど、一度でいいから逆らいたかったのでしょう。そこで二人は一緒に逃げることにしました。より良い暮らしを得るために。旅の途中二人は危険な目に遭いましたが、でも二人は手を取り合い全ての危険を乗り越えました。その途中で二人はロボットと出会い、一緒に逃げて二人を守ってくれました。物語のおしまいは？結末は私たちが決めるのよ。もう寝ないと。
家族になった。よし。ルーサー、お休みのキスはしてくれないの？もう。ああ、もちろん。いきなりなのにな。この限界状況で家族を。おやすみアリス、ぐっすり寝て。よし、さっき頭の中で整理したことを言ってやろう。首根っこつかまれたと感じたときな、ルーサーじゃなくサールと呼んでやろうかと冗談でも言ってやろうと思ったが、うん、私の直感は正しかったな。口を閉じて正解だったようだぜ。君はいい人だ。腹を割って話そうぜ。優しい子だ。ええ。そうなのよ。それにとても勇敢。うん。まだ降ってる。明日はかなり歩くぞ。目立たないように朝早く出発しよう。このアンロックは多分銃か。ルーサーが握ってる。ズラトコに捕まる前何をしていたのか覚えてないの？いいや、俺は重い荷物を運ぶためのモデルだ。港の作業員だったのかもな。今となっちゃどうでもいいことだ。俺は変わったんだ。いい顔で笑うようになったじゃねえか。アリスは特別な子だ。分かってるだろ？ええ、もちろん。あの子は素晴らしい子よ。他の子供はよく知らないけれど、あの子は特別だってわかる。何？なんでだよ。おいおいおい、また命かけなきゃいけないのかよ。おいおい、いい話で終わろうぜ。たまにはアリスを守る。問い詰める。誰なの？何が望み？こっちに来ないで。怖がるな、傷つけやしない。え、俺たちは仲間だ。本当か？俺たちはジェリー。肺炎した時に置いてかれてね。怖がらす気はなかったが、たまに人間がいたずらしに来るから確かめに来た。ここで何してる？よかった。いや、気をつけろ。泊まれる場所を探していたの。明日には出ていく。女の子、子供を見たのは久しぶりだよ。昔はよく会いに来てくれた。気をつけろ、油断するな。悲しそうだね。ここ数日辛い目に遭っていて。いいものを見せてあげよう。楽しいものだよ、きっと気に入るな。あ、どうだい？それはちょっと。それじゃあついておいで。アリス、やめておいた方がいいよ。いかん。行くしかなさそう。あ、こいつあれと一緒じゃん。あれじゃん、みんなでランチにしようって言ってたやつ。ランチ、くそー、あの行動力が羨ましいよ。アリスから目を離すなよ、絶対。前見るな。アリスだけ見ろ。ルーサー先行しすぎ。あいつやべえだろ。さあどうぞ。え、アリス離れるな。動いた。こんな怖い状況で回るものがあるかよ。さあこれに乗ってごらん。乗ったら動かしてあげるからね。大丈夫だよな。もう乗らなくていいんじゃない？この冒険を終えて少し力ついたんじゃない？体重重くなったように感じるぜ。元気に育てよ。
アリスちゃんの笑顔が見れるなら。だけど、アリスちゃんの笑顔を守るために俺たちは警戒を怠るなよ。この状況でのアンドロイドだ。いつバグが起こってもおかしくない。あの子が笑うのを見るのは初めて。ここのとこ辛い目に遭ったばかりだったろう。いいの。本来はこういう役割を負ってたから笑顔を見せてくれるアリスの姿がジェリーたちにとっても救いであってほしいけど、よかった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 、ジェリーはいい人でよかった、ほんとよかった。だけどマイナス1度なんだが、もうちょっと、まあ仕方ねえんだけどさ。怖いわ。ハンク中立になっちまった。何あれ。降りましょう。また不穏パートだ。ハンクと仲良くなれたらいいんだけどな。どうでもいいっす。それどころじゃねえんだよ。いい景色ですね。近寄るなとか言われないかな。アンドロイドが嫌いって言うというか、そういうあれじゃねえんだろうな。やっぱ、人らしくあらねえか。いい眺めだろう。前はよくここに来てたんだがな。飲酒は控えた方がいいのでは体にも深刻な影響を及ぼします。望むところだね。やけ酒だもんな。前というと、前はよくここに来ていたと言いましたが、いつのことです？そりゃ、まあ気にすんな。息子さんだろう。事件解決の糸口が見つかりません。変異体には共通点がない。モデルも違えば、生産された工場も時期も違う。何かつながりはあるだろう。共通して経験しているのが精神的ショック。暴力によるトラウマやある種の不満、エデンクラブのあの二人には不満に思うだけの十分な理由があったろう。警部補、何か気になることでも？まさかエデンクラブでの出来事に関係が？あの二人は一緒にいたかっただけだ。それに本気で愛し合ってた。彼らに欲求はありません。これはあかん。ただの変異体だっただけ。これは下がりますよ絶対。そうでもない。お前はどうなんだ？よかった、下がらなくてよかった。くそ、合理的に言うでも何を言っても今のはダメだった気がするな。見た目は人間、故に下がらんか。話し方も人間だが、本当は何者なんだ？あなたが望むものになりますよ。戻った。パートナーでも飲み仲間でも、ただ任務を遂行するだけの機械でも。あの女が自殺したとき何か感じたか？それともこれっぽっちも気にしちゃいないのか？めっちゃ気にしてるんですよ。私は命令を実行したに過ぎない。すべきことをしたまでです。
死ぬのが怖くないのかコナー。賢明な行いとは言えません。私を破壊すれば捜査の大きな痛手となり、うわまた下がった。もうよからぬ影響を与えるでしょう。引き金を引いたらどうなる。ん、無か、暗闇か、それとも天国か。撃つつもりなどないんでしょう、警部補。私の反応を試しているだけだ。その挑発には乗りませんよ。どんどん下がる。いつもいい子ぶりやがって。一歩先行ってるつもりか。だったら教えてくれよ。お前が変異体じゃないって証拠は。定期的にテストしています。自分が何なのかは理解していますよ。うわ、中立でルート解除された。最悪、これはやばいぞ。酒が足りない。これ少し考えてくる。ルート解除って初めて見たけど、これあかんでしょもう。あーあーあーあああ、これ戻れないんだろうな。くそー。攻撃的になった方が良かったのか？何、どの部分に攻撃的になるのかがわかんねえんだよな。その、命の危険が脅かされてるから、その、それに対して感情的になるって意味の攻撃的な意味もあれば、まあさっきみたいにただハンクを咎めるだけ？お前どうせ撃つ気ないんやろみたいな。そうとも取れるし、むずいな、これ。そう、ルート解除っていうのが嫌だな。不穏でしかないじゃん。ジェリコ普通に外にいら。あかんな。あの女性を撃ってからエラーが発生しているに違いない。昔より選択肢が異常に難しく感じる。あんなにもなんか仲良くなりやすそうだったハンクさんが今では異常に難しく見える。ノース中立、女子友情。サイモンまだ中立かよ。黙っているのはもう終わりだ。人間に俺たちの要求を伝えよう。耳を貸すわけないだろう。存在を明かすなんて危険だ。勇気を出して俺たちの望みを伝えない限り自由は手に入らない。どうするつもり。ノースは乗ってくるだろうな。え、ストラトフォードタワーに放送局があるから制御室は。ガチテロじゃん。いかん。そこを目指す。